この刀で道を切り開く。はいどうも、こうせいです。はい、今日はですね、初めてなんですけど魚のさばき方を撮影していこうと思います。今日はメダイ。あ、どうもです。はい、それで初めてなんですけどやってみましょうか。そうだ、やってみようか。はい、それではメダイをさばいていきたいと思います。はい、それではメダイさばいていきます。まずはですね、こういう風に鱗が入ってますので、これを尻尾から頭にかけてこういう風に鱗を剥いであげてください。まずは鱗を取る作業ですね。でちゃんとヒレの下とかも鱗を取るようにしてください。で裏返してしっかり鱗を剥いであげてください。ヒレの下ですね。で鎌のところもしっかり落としてあげてください。そうしましたら今度エラになるんですけれども、鱗を取りましたらこちらですね、最初エラを取ってあげてください。でエラはエラ呼吸で魚してるんで、ここに雑菌がたまりやすいんでエラはしっかり外してあげてください。エラの下に上げてもらうと分かるんですけど、膜が張ってるんです。ここの膜をこういう風に切って外してあげてください。で裏も同様、同じように切ってあげます。そしたら上と下でエラがつながってるんで包丁入れます。でしっかり上と下に包丁が入って膜を切ればこういう風にエラが取れるようになってます。はい、そうしましたらここの肛門の部分からですね、ヒレに向かって包丁を入れていきます。内臓出てくるんでしっかり内臓洗ってください。はい、そうしましたらこちらのですね、上のヒレ、下のヒレの下の方にですね包丁を入れていくんですけれども、ここの頭からここの下の方に、尻尾の方に向かってですね、ここの境目があるんですけど、ここの境目ギリギリまで身が入ってるんです。ここのギリギリ、身をできるだけ頭の方につけたくないんで、ここの3点ですね、ここの頭のとこ、そして真ん中のヒレ、そして一番下のヒレ、ギリギリのところに包丁を入れてこうやって切れ目を入れてください。こういう風にですね、反対も同じようにしていきます。ここもギリ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 まで落としていきます。ここの一番太い骨だけで今つながってるんで、骨っていうのはこういう風な状態でずっと連なってるんです。ここの軟骨と軟骨の間に包丁をうまくここに入れてあげれば、力を入れずに切ることができます。こういう風にですね、で切り離しました。はい、そうしましたらこの釜はまあ味噌汁だったりとか焼きで使えるので取っておいてください。開くときは口の方を上にしてこういう風にですね、この頭の方に向かって包丁を入れて、こういう風に布巾でここを押さえながら手を怪我しせないようにこうやって切っていきます。そしたら綺麗にこういう風にバカッと割れます。で口の方を包丁を入れてあげればこういう風に綺麗に開くんで取っておいてください。はい、そうしましたら先ほど頭を切り離した腹の部分に血合いがついてるんで、こういう風な血合いを取ってあげてください。でここでしっかり血合いなど落とすようにしてあげてください。でまあしっかり腹を洗ってあげないと臭みが残ったりとかして、お刺身とかね、台無しになるんでしっかり洗ってください。ここまでがですね、鱗を取って、で頭を外して腹をしっかり洗ってあげる、水を流しながら、ここまでがいわゆる水洗いという工程です。ここから先は水を使わないです。身に包丁を入れて、例えば水が当たったりとか手で触れれば触れるほど魚が傷んでしまうんで、ここから先は水を使いません。なのでしっかりまな板を拭いてあげて、魚の水気をしっかり拭き取ってあげてください。で拭き取る時のポイントは、魚の鱗はこういう風に入ってるんです。なので逆らうようにして拭いてあげてください。尻尾から頭にかけてですね、頭から尻尾にかけて拭いてしまうと、こういう風に鱗が入ってるんで、ここの三角のゾーンですね、三角のゾーンに水が溜まってしまう可能性があるんです。なので尻尾から頭にかけてこういう風に拭いてあげてください。おいでしていっぱい、で腹の部分も拭きます。
水気を拭き取りましたらさばいていきます。和食の基本は腹せいせい腹という順番でさばいていくのが基本的なさばき方ですよというふうに言われています。腹せいせい腹とは腹にまず、包丁を入れて返して背に入れます。ひっくり返して背を引いて最後に腹の順番でさばくのが基本と言われてるんですけど、僕は気分的に嫌なんで、まあ最終的にさばいた結果が同じならいいと思うんで、僕は背腹腹背の順番でさばいていきます。でこの時なんですけれども、包丁を入れていく時にこのですね、端の部分っていうのは包丁を立てて、で皮を1枚切るようなイメージですね。こういう風に切ってあげてください。皮1枚切ってあげたら、今度は寝かせて中骨に向かって包丁を切っていきます。そしてその時に骨を下に感じながらですねさばいていきます。中骨に当たるんですね。 2、3回包丁を入れると。そうしましたら骨っていうのはこういう風になってるんで、ここから包丁をちょっと上に上げて切ってあげるんです。こういう風に骨は上がってるんで、なのでこういう風に切ってあげたんですけど、こういう風にこう切ってあげてたんですけど、こういう風にこういう風に包丁を上げてください。はい、そうしましたらこの工程が終わりましたら逆ですね。皮を1枚切ります。で下の骨を感じながら中骨に向かって切り進めていきます。はい、同じように包丁を立てて切ります。そうしましたら両方から、中骨まで到達したら、この中骨1枚のところで身はつながってるんで、ここを軽く包丁の切っ先で切り離してあげます。で尻尾の方を切り離して、であとはここの部分ですね、ここの部分です。中骨と腹骨がこういう風に交差してる部分があるんです。それがここから頭にかけて、交差してるんで、このこういう風につながってるのを切り離していきます。切っ先だけでこういう風に切り離してあげてください。そうしましたらこういうふうにですね、できるだけ骨の方に身を残さずにこういうふうに切ってさばいてあげるとベストです。でこちらの骨類も出汁を引いたりとか、お吸い物を作ったりとか、スープを作ったりとかできるんで、取っておくと便利です。で3枚におろせたんで、腹骨をすいていきます。で腹骨をすいていくんですけれども、高さ包丁刃をひっくり返してですね、こちら腹骨と中骨がくっついてるんで、この逆さ包丁で包丁を入れてこういう風に切り離してあげます。こういう風にですね、そうしましたら腹骨できるだけ身をつけずにさばいていきます。わかりますかね、できるだけ身がついてない状態でさばいています。こちらも同様に腹骨をすいていきます。
抜けた辺りの時。はい、じゃあ中骨も取っていきます。小さい魚だと骨抜きで取ったりするんですけれども、こういうでかい魚はですね、こういうふうに包丁を入れてギリギリのですね、こういうふうに身に近づけて入れてしまえばしまうほど、ちょっともったいないので、こういうギリギリに包丁を入れて、だいたいメダイはこの腹骨ぐらいしか骨がないんで、こういうふうに切ってあげます。この時に真ん中のラインに合わせて切るんではなくて、こういうふうにですね、カーブさせて切ってあげてください。そしたらここからここの幅を大体同じすることによって、最終的に刺身がさばきやすくなります。はい、で余った骨もここもギリギリですね、できるだけ身をつけずにさばいてあげると。はい、それでは皮を引いていきます。で、皮を引く時なんですけれども、ここですね、尻尾の方からできるだけ身をつけずにですね、ギリギリに包丁を入れてあげて、で下にこういうふうにペタッとまな板につけて、こういうふうにですね、ペタッとつけて、まな板こういうふうに包丁を浮かさないで、包丁をこういうふうに浮かさないで、しっかりつけたまんま、こういうふうな動きで、こういうふうな動きで、徐々に徐々に頭の方に動かしながら皮を引いていきます。ちょっとでも浮いたりとかしたら身に包丁が入っちゃうんで、こういうふうにですね、切ってあげてください。で、ちょっと左も上下しながら、こういうふうにですね、はい、こういうふうに皮だけ引いてあげてください。そうしましたら皮だけ引いてあげるんで、こういうふうにですね、きれいにさばけてます。魚の種類によってですね、厚さは違うんですけれども、下まで引いて、そして包丁を最後立てて切ることによって、こういうふうにですね、角が立ちます。はい、これを自家製の土佐醤油で食べます。うん、脂が乗ってますね。はい、それでは今日はですね、初めて魚のさばき方をやったんですけれども、いかがだったでしょうか。ちょっと口でね、説明するのは、ちょっとなかなか難しいことではあるんですけれども、魚をさばくことにチャレンジしてはいかがでしょうか。大体ですね、100本、200本、300本ぐらいさばけば、うまくなると思います。やっぱりですね、目で見るのと、体で覚えるのは違うんでね、やっぱ料理は体得して、なんぼだと思うんで、実際に、自分でさばいて、で感覚をこう確かめながら何度もトライしてください。最初はものすごく骨に身がついたりとか、失敗しまくってきたんで、安心してください。ちなみに今日の魚は、深海魚のメダイなんですけれども、上質の脂で、食感は若干、タイよりも、身質はちょっと柔らかいんですけれども、お刺身だったりとか、塩焼きに向いてる魚ではあるんで、はい、ご紹介させていただきました。今日の動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ここをポチッと。バイバイ。